手を剥げえのは死んだ。しかし恐ろしき悪のインベーダーによって今蘇った「帝王はげえのよ」「地球侵略のため我々も手を貸すぞ」「心強いやつだ」「地球の危機を回避するため天使レンジンは再び宇宙から地球へ駆けつけようとしていた」「しかし日本をパトロールしていた青年紀行きに偶然にもぶつかってしまったのだ」「うわ 電子レンジマンは死んだ。しかし、紀キに魂を憑依させることによって、蘇えることに成功したのだ。紀キとなった電子レンジマンは地球整備隊に加わり、今、恐ろしき帝王・ハゲーノの野望を挫くじくため、地球を守り始めたのだ。なあ、紀キよ。今日はいい天気だよな。そうですね、副隊長。しかし、こんな日こそ、恐ろしき悪の宇宙人が、地球に迫ってくると思うんですよ。 そうか俺は全然そんなこと思わないぞ。どうだなあれだ、パトロールも飽きたことだし、コンビニにサラダでも買いに行くか。なあ、乗り行きよ。ダメですよ。あ、なんだあれはあ、怪獣だ。ダンノーラです。隊長。大変です。街に、街に怪獣が現れました。よし、ダンノーラと佐藤は先に怪獣に攻撃を開始してくれ。我々も応援に向かう。よし、レーザーが発射。レーザーカマ発射。 聞かない。うわ、怪獣が迫ってくる。ああ。た、助けてくれ。そうだ。と、電子キック。助かった。ありがとう、電子レンジマン。待ちかねたぞ、電子レンジマン。 お前を殴り殺すために私は派遣されてきたのだ。お前、宇宙人だったのか電子リンジキック。くそ、頑丈なボディで、びくともしないぞ。<laughs> 電子リンジマン次はおとり、お、お,お,お,お何事で喋ってるんだ奴の特殊な言語、うわ <laughs> 俺様の声を聞くと脳震盪を起こすのだ。うわー どんなことにも聞く耳を持たない正義の心を手に入れるんだフォームアップポイズンリバーアさんモード何をやっても同じだ死ねえ死ねえ俺のデスボイスで関係ないぞ俺は貴様が死ぬまで耳が聞こえない設定となった死ねえ電子レンナイフあーい,い,いやー やったぞこれはたまらん誰だお前は俺は謎のインベーダーさこの地球を支配するためにこれから貴様を何度でも殴り殺してやる覚えおけ謎のインベーダー一体どういう連中なんだこの地球を支配しようとするとはそれにしても危ないところでしたね お紀之よお前もうちょっとあれだぞ気合いを入れないと全然さっきみたいに役にならない感じになっちゃうんだお前のカバーが当たってればあの世人だってきっと死んだと思うぞそうですかね恐ろしき悪の宇宙人の魔の手が次々と迫ってくる地球整備隊の彼らがきっとそのはな何とかしてくれるのか戦え地球整備隊負けるな僕らのヒーロー 自慢。電子レンジ